デビット・パーレイデビット・チャールズ・パーレイはイングランド出身の元会一ドライバー。1973年及び1977年に会一に参戦していたコンストラクター・レックのチームオーナー、デビット・パーリーと表記されることもある。イギリスのウエスト・サセックスに冷凍機器メーカー創設者の息子として生まれる。 レースを始める前はイギリス陸軍のパラシュート連隊に所属していた。訓練中にトラブルに見舞われたことがあったが、難を逃れている。友人のデレック・ベルに誘われてレースを始め、1970年から1972年にかけて F3 に参戦、通算参照をマークしている。1973年に父親の会社のバックアップのもと、自チーム、 レックを設立。初参戦となったモナコ GP で予選を23位で通過し、第1デビューを果たす。この年は、マーチのシャシーを使用し5戦に参戦するも、最高位はイタリア GP での9位、1戦予選落ち、入賞なしに終わる。成績以上に特筆すべきなのは、オランダ GP でロジャー・ウィリアムソンが自己死した際にレースを捨ててチームメイトであり、 親友でもあったウィリアムソンの救助に行くというエピソードである。この時のパーレーの行動は大いに称賛され、後にジョージ勲章を受賞している。翌1974年はロンデニスらが立ち上げたトークンへ遺跡。しかしオイルショックの影響でチームが資金難に陥ったこともあり、この年の参戦は地元イギリス GP の一戦のみに終わる。その後は一旦、 海一から身を引き、海二や F5000 に参戦。1976年には、イギリス0五戦でチャンピオンを獲得している。1977年になって、パーレイはレックから、オリジナルマシンを引っ下げて3年ぶりに、海一に復帰する。ところが、マシンの戦闘力は、今一つで、チーム参戦初戦のスペイン GP では、予選落ちしてしまう。 しかし一戦欠場後のベルギー GP から3戦連続で決勝に進出した。4戦連続決勝出走を目指して出場したシルバーストーンでの第10戦イギリス GP の予備予選にて、会一史上を最も激しいとも言われる大クラッシュを喫する。上位8台が進める予備予選で県外の9位につけていたパーレイはアタックラップでハンガーストレートを通過後、 次のコーナーに侵入しようとしたところで、スロットルが故障。制御の効かなくなったマシンはコースを飛び出し、ほとんどスピードの衰えないままキャッチフェンスに激突。スピードはなおも衰えずキャッチフェンスを突き破り、すぐ先にあったフェンスに真正面から激突。マシンは跳ね返ることなく、車体が圧縮された形で停止した。即座にマーシャルが救出作業に当たったが、 パーレイはこの時激突による衝撃で、両腕両足を粉砕骨折、頸部も骨折させ、内臓も破裂、そして心臓はすでに停止している状態で、誰もが最悪の事態を予想していた。しかし搬送先の病院で、パーレイの心臓が奇跡的に再び動き出し、その後も心停止と復活を繰り返しながらも、医師団の懸命の治療の会もあって見事、一命を取り留めた。 事故時の速度は時速1 7 5トルと言われ、最初に激突したキャッチフェンスと次に激突したフェンスとのわずか6 6トルの間で一気に時速0トルまで減速したことになる。この時、パーレーのみにかかった重力加速度は実に 179.8G と公表されている。なお、 この事故から生還を果たしたパーレーは最も大きい重力に耐えた人間としてギネスに認定された。また、事故時のマシンは今もドニントンパーク内にあるドニントングランプリコレクションに保管、展示されている。クラッシュによる怪我が回復した後、1979年にイギリス国内の F1 選手権オーロラーフックスシリーズに参戦。スネッタートンサーキットでの第14戦。 バドアイザートロフィーで4位に入賞。1979年限りでレースを引退した。引退後、エアアクロバットのパイロット資格を取得。しかし1985年7月2日、故郷のウェストサセックスで、極技飛行中に滝と接触し海に墜落。パーレイは今度こそ帰らぬ人となってしまった。40歳没。ありがとうございます。